2022年3月11日、東富嶺駅に来ております。本日が駅の最終営業日となっております。こちらが待合所です。長い間お疲れ様、令和4年名寄高校前に移転すると書かれております。最終列車は19時28分。これをもってこの駅が営業終了となります。では待合所内の様子を見てみます。暗くて分かりにくいんですが、ライトを当てて見てみますと、東富嶺駅がちゃんと書かれています。こちらが時刻表ですね。1日上下各4本となっています。こちらでも最終が19時28分ということが分かりますね。暗くて分かりにくいんですが、上側が白い壁で、こちらが入り口側ですね。で、椅子がありまして、カレンダーも置かれてますね。このようなプレハブ状の待合所となっております。このプレハブ小屋の最大の欠点は照明がないことですね。夜だとライト持ってないと本当真っ暗で何も分かりません。ご覧のようにこのプレハブ小屋の反対側にオウムが設置されています。無人駅なので駅員がいないのはもちろんのこと、 IC カードのタッチ機器もありませんね。ではホームの奥の方まで行ってみましょう。ホームから見た待合所はこんな感じですね。高さに差がありまして、ご覧のように配置されています。ホームは結構立派でアスファルトで舗装されてまして、黄色い線までちゃんと用意されています。こちらが駅名表となります。さらに奥まで進んでいきます。旭川方面乗車口と書いてあるんでしょうか。字がちょっと消えてしまってよく読めないような状況になっております。こちら方向が上り、旭川東富嶺駅方面、方角は南東方向となります。ぐるーっと一周展望を見渡そうと思いますが、夜なので何も見えないのとピントも合わないような状況になってしまっております。こちらが線路となっております。雪かきがしっかりされてまして、すぐ隣に除雪された雪が溜まっておりますね。ではホームの反対側までまた行ってみようと思います。ではここで上空から撮った駅の様子と歴史について紹介しようと思います。駅ホームは線路の北側に位置しておりまして、入り口は北側から入るような形になっております。それでは1944年の地図に切り替えてみましょう。東富嶺駅は1956年の開業になりますので、こちらの地図では駅の存在はありません。それでは1977年の地図に切り替えてみます。開業後なので駅のホームの存在は確認できますが、当時は線路の南側にあったんですね。もちろん入り口は駅の南側からの進入となります。1999年、駅の利用者は北側にある名寄高校の生徒の利用者が多いことから、利便性の面から駅のホームを北側に移設することにいたしました。そして現在に至るということになります。こちら側は下り、名寄、稚内方面、方角としてはぐっとカーブして北方向へ進んでいきます。さて、どうやら通過列車が来るようです。おお、1両だとすごく速く感じますね。カーブを曲がって一直線に北へ向かっています。
バーすぐバリケード張ったりする。バリケード張らないですよね。あとは全部チェックします。ああ、はい。鍵買っちゃう。鍵は今日張らないです。ああ、そうですね。ただもう中のものを持ってくる。払いますね。はい。なんとか。ああ、はい。あ、行ってきて。配信前の駅の時に行くみたいな、多分一番早いです。他の函館の方の駅とかみたいな、あそこまで来たら1台とか10台とかあるから、ここ一番早いですね。さあ、そろそろ来るようです。ありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。あれ、ご注意ください。こんなもの渡されるのに、 JR 北海道をご利用いただきありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。どこだ。こっちに向かってくるはずなんですけども、この車両ですかね。汽笛を鳴らしながらゆっくりやってきてますね。集まった方の誰かが蛍の光の曲を流してますね。
ありがとう東風鈴駅の幕と共に記念撮影をされてるんでしょうかね。さあでは翌朝の様子もちょっと見てみましょう。こちらは駅のすぐ横の踏切ですね。木製の電柱が残っております。こうして見てみると駅のホームと待合所はそのまま残っているような感じですね。近くに近寄って詳細な状況を見てみようと思います。では踏切を渡ります。左見て、右見て、あ、こちらは昨日見たカーブですね。明るいと線路の様子もよくわかります。このまま北の方に行けば、東風鈴駅の後継となる名寄港区駅がこの先にあります。今日開業となっているはずです。さて、東風鈴駅に来てみますと、確認用の鏡と、もう入り口も金属棒によって封鎖されております。駅名表はなくなっており、駅のホームの中にある警報器もバッテンマークつけられていて、多分配線も切られているんじゃないかと思われます。奥の方のミラーも取られているようですね。昨日晩、ヘルメットをかぶった作業員の方々が撤去されたんだと思います。あ、こちら看板や鏡が置いてありますね。これ駅の待合所の裏側にあります。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。